切り返しで足からリードし、上半身へとパワーを伝えていく。そして大きなフォロー。皆さんこんばんは、体オール体周平です。今日のテーマは回転で打つ方法。スイングはね、まあいろいろ僕の中で回転でねボールを打つという方法をお話ししたんですけれども、まあ、いろいろ方法論がある中で、まず自分がどういう立ち位置にいるのかっていうのをまず分かっていてほしいんですが、やはりね、レッスンしていると体の回転で打ててない方が多い。まあ、特徴としてね、体の回転で打てないっていう方は、まあ、3つの特徴があるんですね。1つ目はもうインパクトで止まる。もう止まるんです。回転がないわけだから止まる。まあ、そうするとね、フィニッシュがね、こんな傾きになっちゃうんですよね。もうちょっとこう斜めになりすぎてる人。まあそれとアウトサイドインですね。で、そこら辺なんでかっていうのをね、今日の動画でレッスンでお話ししていきます。準備、アドレスの準備も大切なので、回転で打ててる方と打ててない方のアドレスの変化っていうのもあるので、正しいアドレスを取るというところからレッスンがスタートし、で、まず3つ、回転で打つための3つのポイントというものをお話しします。1つ目は、頭の位置と体のバランスの取り方ですね。頭って人間一番重たいので、その重たい頭をうまく利用して体を回転させる。そうすることで鋭く回転することができます。重い頭をうまくコントロールできない人っていうのは逆にお腹のポジションが止まっちゃう。お腹が回転しないとスピードは出ないので、このお腹周りの股関節、まあ、要は股関節周りですね、そこを回転させるという上での重要ポイント、体の使い方、そしてクラブがインサイドイン軌道で行くことによって体の回転は鋭くなります。つまりアウトサイドインだと回転でスイングすることはできないんですね。まあ、もしやったとしてもアウトサイドインの方を左にしか持ってません。そこら辺をまず考えなきゃいけないので、軌道も修正していかなきゃいけない。そして最後に左サイドの使い方、ここら辺がまず回転で打つためのテクニックということになります。ぜひともですね、体の回転で打つことによって飛距離っていうのは伸ばすことができます。腕振りだとやはり腕あのスイングっていうのはなかなか腕の力だけなので、パワーのある方のみしかですね飛ばすことができないので、体が小さいとか体重がないとか上背がない方でも飛ばせる。それが回転で打つ方法ということなので、ぜひともチャレンジしてみてください。はい、このチャンネルでは私の20数年のレッスン、知識、経験をすべて公開している、そんなチャンネルでございます。もし興味のある方はチャンネル登録をしていただければ幸いです。それではレッスンの方に入ります。どうぞ。体の回転で打つという方法、まあ、私自身もその回転で打つということに今チャレンジしているし、実際そういうスイングが距離が出ると、体小さくても飛ぶと、このようなね、こう回転力っていうのかな、足から伝わる力をボールに伝える、クラブに伝えると、これが最もねスピードを出せる、小さい体でもね飛ばせる。このような手打ちだと、このようなね動きだけだとどうしてもやはり体の全身の力、これをボールに伝えることはできないんですね。ちゃんとこのように体を全部を回転させながら、この遠心力を利用し、足腰の力をそのままね、ダイレクトに伝えていく。この回転力ですね。これが非常に重要になります。まあ、原動力とかね、すべて足から力をこうヘッドに伝えていくっていう、こういうスイングになってきますね。ちょっとスローで見てみましょう。下半身からスタートし、またここから切り返しで足からリードし、上半身へとパワーを伝えていく。そして大きなフォロースルーで、フルターンと。このようなスイングになります。まあ、ただね、これをやりたくてもね、まあできないという方、結構いるんですね。まあその打てない人の3つのまあ特徴、しましては、まずは、やっぱり止まっちゃう人ですね。インパクトで止まる。やっぱりボールの当たるところで体が止まった方が当たりやすいんで、まあその方、それでもいいんですよ。ただ、それだと、その後に回る。まあこれでもいいんですが、やはり回転で打つということで言えば飛距離を伸ばす上では、このように、止まらないで打った方が絶対飛ぶわけです。だから体を止めない。インパクトで、ここでブレーキをかけないというのがまず一つ目のポイント。目線が傾く。まあ頭が傾く、ね。二つ目が、ね、こう前傾キープしようとしすぎちゃう方ね。こういう人多いですよね。こうボールをずっと見続けようとして、その結果的にこのような、これが前傾キープだと思っちゃう方。前傾キープは股関節のポジションなんで、回転したら最後、この回転スピードに引っ張られて、このようにちょっと起きるような感じ。
これで十分前傾キープですよ。このぐらいなんです。これをこの傾けようとしちゃう方ね、体止まっちゃいますね。これ良くない。体止まっちゃう。そして三つ目がアウトサイドイン。アウトサイドインで体回転すると左行っちゃうんです。だから回転すると左に行くっていう人は、外からクラブが入ってる。なので、体を止めて、その分を外に持っていこうとする。瞬間体止めなきゃ、外に出せませんね。だから一瞬スピードを減速させるんですね。減速させないとアウトサイドインの人は厳しい。で、インから入ると回転しても、このままブレーキをかけないでスイングできますね。このまま、フルターンで回転を止めない。ハンマー投げのようなイメージですね。回転で、後ろにクラブがある分だけ、回転してもこのようにヒットすることが可能。そのままくるっと回って。これもうね、止まってないでしょ。この感じがすごく大切ですね。外にあるとこのまま回転しちゃうと左に行ってしまうので、ここでブレーキをかけると。これができない方の3つの特徴ということになります。ではどうすればいいかと。まずはそのための条件。これが重要ですね。これはね、アドレスです。この時の手元とシャフトの角度です。遠心力がつきやすい手首の角度というのが重要。やっていくための、確認。これはペットボトルを使います。このように重力によって水が下に今注ぎ口の方に水が集まってますね。こういう風に角度つけると注ぎ口が上を向きますので、これだと遠心力が効かない。このように遠心力が効くように、ちょうどね、この注ぎ口が上を向かないように下を刺している状態。いわゆるね、手首の角度があまりつかないハンドアップ的な構えですね。ハンドアップしすぎてもダメですが、ちょうどこう遠心力、水が遠心力ですね。とイメージしてください。ちょうどいい形で回転が、こう、生きるような、ちょうど角度を作っていくと。そうすると回転でこのように、放り投げるように。回転で放り投げる。こういうふうに体を止めて手を振るんではなくて、回転でぐるんと、その遠心力で外に放り投げるようなイメージが、非常に重要ということになります。ではですね、回転で打つための3つの練習ドリル、練習方法を解説していきます。まずは頭とお腹のバランス作り。回転はね、基本的には下腹部。このお腹の周りが回転する。これがポイントになります。で、お腹をぐるぐる回していくと、頭でバランスを取る。これがとっても大切。これできない人回転できません。頭がこのように動く方は腰を止めるんですね。このようにお腹をぐるぐる回すためにはちょっとこう反るような動きになります。そして頭の位置を後ろに持っていく。ステイビハインドザボールですね。この動きで左腰をくるっと回していく。後ろにずらす動きですね。そして頭が後ろ。そうすると回転はね、こう、円の動きになる。どうしかというと円錐ですね。こういう円錐の動き。くるっと回るような。お腹を後ろにどきながらお腹を突き出すような。このような動きで頭とバランスを取り合うような形をとってください。そうすると、回転速度をね、スピードを出せる動きになります。この凹んじゃうような動きじゃないですね。凹んじゃうと回転が止まる。ここにお腹を少し突き出すように。まあ、ただね、ただ突き出すだけじゃダメなんで、後ろ側ですね。練習はこのようにクラブをこう立てかけて、後ろにずらす。後ろですよ。前にただ突き出すだけではダメです。で、次。二つ目がインサイドヒットです。インサイドからクラブが後ろにあることによって回転量を増やしていってもボールをしっかり捉える。まあ先ほどね、減速して打つ動きってのは外からアウトサイドインになっちゃうと、このようにね、クラブが外から降りてきてしまうと、回転というのはブレーキかかってしまうので、この手をインに入れていくような動き、ハンドインの動きですね。そうすると体の回転を鋭くしてもボールをヒットすることが可能です。このように回転を止めないでヒットするためにクラブが自分の存在、自分よりも後ろに存在している状態から一気に鋭く回転していく。外からだと、まあこれだとね、ブレーキをかけざるを得ませんね。まあこれは先ほどお話したところでございます。で、三つ目。それがね、左手の片手打ちです。で、左手の片手打ちはね、回転を止めないで打つという練習になるんで、はじめボールを打たないでクラブ逆さまにして、もうとにかく鋭く振ってください。で、鋭く振るときの注意点。それは右サイドのブレーキ感ですね。右サイドはブレーキ。左サイドでスピードを最大にしていく。一緒に回っちゃうとね、回転じゃなくなっちゃう。回転してもスピードが出ません。右サイドをブレーキかけといて、胸を開くような動き。この開く動きが非常に加速を生み出します。この動きです。
こう前に出るとダメですね。こうするとフォロースルーでよく音が鳴るという、この感覚がわかるはずです。まあ練習はね、このように右手をこのように前に出して開くように、フォロースルーで一気に加速させていくような、開くようなスイング。まあ、軸もキープできますね。この肩甲骨周りの動きが良くないといけないというのもわかるはずです。一緒に動くと肩甲骨動きませんね。この動きがあると、左手の動きが非常に重要だということ、回転で打つために大切だということがわかるはずです。ここから、一気に胸を開いていく動きでフォロースルーをこのように取ってください。まあ大体この3つの動きをね、ちゃんと覚えていけば、体が小さくてもね、飛距離をね、一気に伸ばすことができます。かなり躊躇することなく、一気に振り抜く。ここから、下から一気にリードしていって、インから入ってきて、ここも止めないで、スイングしていく。で、この時にちゃんと胸が開いた状態で、そして目線もあまり傾かないで。まあ、僕自身ドラコンでね、競技出てるんですけど、このぐらい振り抜くようにしてます。ここのブレーキ感があると、本当に飛距離が伸びませんから、ここの回転量を増やして、このようにボールを飛ばしてます。それでは、回転で打つ方法をまとめになります。まず回転で打つために、まず大切になってくるのは、その条件としては、アドレスの角度ですね。腕とシャフトの角度、これがある程度、このように鈍角な方が遠心力を効かして鋭く回転することができる。練習はね、家でできるのはペットボトル。この注ぎ口の向きをまず考えてください。ちょうど水がちょうど圧力として、この状態ではダメです。遠心力効きません。この圧力が注ぎ口にどれだけ水の圧力を加えることができるか。それを覚えてください。ちょうどね、こういう風にハンドダウンになっている方が多いんで、ハンドダウンだと遠心力、回転で打つことはできないんですね。そして3つの練習方法。頭とお腹のバランス。下腹部と頭がこのようにバランスよく、円錐のような回転をします。お腹を突き出すような回転。お腹の回転と頭がバランスを取るということですね。頭が後ろです。そしてお腹を前に出す。それでいて左腰をずらして、回転していってください。この回転が円錐のような動きをしてくれます。そうすると頭が後ろに残りながら、このように回転できるということですね。で、次にインサイドアタック。インサイドから入れることで体の回転というのは鋭くなります。外じゃダメなんですね。インに入れることで、インサイドから回転する。インサイドイン軌道というのが回転運動ですからね。外からクラブが入ってしまうとブレーキをかけないと、ここからだと厳しいですね。ブレーキかけないと当たらないってことがもう体でわかるはずです。まあ、これがまず、二つ目。で、三つ目が左手の片手振り。これで鋭く回転。胸を開く。肩甲骨をここで寄せていくような動きですね。動きが良くなりますね。ここで右手がね、ポイント。右が動いちゃうと胸は開きませんので、右サイドを押さえて左サイドを一気に開いていくような。左胸を開くような。この動きで加速的なフォロースルーを取ることができます。ボールを打つ場合はこのように右が動かないように押さえた状態で左手でこういう風に開いてスイングしていく。この間も右手は動かない。そうすると胸を開いたこのような左手の動きになります。実際のスイング。こんな感じ。こんな感じですね。それではチャレンジドリルに入ります。チャレンジドリルでは、インサイドからクラブが入り、最後、カーブが曲がるところですね。クラブを、回転で行くと、カーブが曲がり角のところにガードレールを置く。これがペットボトルですね。で、外から入ったらガードレールに当たったところからなんで、回転が、鋭くなりません。このガードレール、このペットボトルに当たらないところからハンドルを切ると、一気にフォロースルーで加速が生み出されますので、これに当たらないということ、それがインサイドから当たる。ことになるわけですね。はじめにかなり怖いですけれどもね。まあ当たってもそんなに傷つかないものを置いて、で、外から入っちゃうと回転止めないと打てないってことです。ちょうど、この、ちょうど後ろ側にちょっとね、外側なんで先にクラブヘッドを置いてあげるといいですね。で、回転で、この時にこう腰とクラブヘッドが一番遠ざかるような感じ。そうすると一気に内側から
加速させながらスピードを出せる。フォロースルーでインサイドから入ることで、このペットボトルに当たらないようにスイングするとフォロースルーで一気にスピードが出るんですね。これが気になっているうちは回転で打ててないということです。このような内側からクラブを入れながら、もうここら辺からね、インサイドの軌道を確保し、ここで回転しながら打てば、これに当たらないですね、このペットボトルにね。まあ、この動きを覚えることで、このペットボトルから先、ハンドルを切ったこの後で最大の加速が生み出され、ボールを強く押し出すことができます。外から入ってしまうともう加速が生み出されちゃった後なので、もうスピードは出ません。まあ、この動きで回転運動での飛距離アップの方法、練習を皆さんやってみてください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル。最新動画見逃したくない方は、まずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そしてその後にこのベルマークをクリックすると常に最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜7時にお会いしましょう。